12球団の2軍の勝敗数が2球団だけおかしい。まずイースタンリーグ、巨人74勝44敗6分け、楽天78勝48敗3分け、西武71勝49敗4分け、横浜59勝66敗7分け、日ハム54勝67敗7分け、ヤクルト45勝73敗4分け、ロッテ43勝75敗6分け、ウエスタン、ソフトバンク67勝49敗7分け、オリックス64勝49敗9分け、広島53勝52敗8分け、阪神56勝55敗8分け、中日33勝70敗9分け。ウエスタンおかしすぎだろ。中日の借金数笑えないわ。1軍あれで2軍あれか、もう救えないじゃん。結局金よ金。巨人もソフトバンクもオリックスは層が違うんだわ。中日に隠れてるけどヤクルトロッテもやばい。2軍の格差やばいな。2位のオリックスで貯金25あるとかぶっ飛んでんだろ。1軍でも絶望してるのに2軍でももっと悲惨だの。どうすればいいの。ぶっちゃけ言うけど2軍の選手って勝敗気にしてるのかな。日ハムの2軍はのんびりしてて危険らしいぜ。2軍でのんびりするとかもう暗黒の横浜よりひでえじゃねえか。2軍の主力言うても2軍だから複雑だろうな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。